スプリンターズステークスって毎年この内を通った馬というのが馬券になっています。これ2018年です。内を通ったラインスピリットが3着。これ2017年です。内を通ったレッツゴードンキが3着。1年飛ばして2015年、内を通ったサクラゴスペルが2着ということになっています。ババ回収以降のスプリンターズステークスでは、前が壁でおなじみの2016年以外は全てここを通った馬たちが馬券になっています。じゃあ今年は一体どの馬がそこを通れるのか、そしてそこを通った馬の中でどの馬が馬券になれるのか、それをバッチリ見抜いてですね、今の貧困生活を抜け出したいと思っています。1年半くらいこのチャンネルを休止してまして、まあ、しばらく皆さんと話せてなかったわけですけれど、やっぱ休んでる間に一番話したかったテーマがジョッキーカメラについてなんだよね。あれ見ました？まあ見てない人の方が少ないのかな。まあ、ジョッキーのヘルメットにカメラをつけて実際のレース映像をジョッキー目線で見られるっていうコンテンツなんだけど、これがもうすごくてね、まあ、ちょっと写真出しましたけど、臨場感と迫力がすごいんだよね。でこれ見て皆さん何思いました？まあそれぞれいろんなことを感じたと思うので、まあ、ぜひコメント欄とか生配信で教えてほしいんですが、僕はこれ見て真っ先に思ったのが、結構馬同士の感覚が狭くって縦列駐車ができないだろうなってことだったんですね。縦列駐車、馬がいてここに割り込んで入ることができないだろうなってことですね。まあ、その割り込むこと自体を縦列駐車って言ってみたんですが、まあ、それができないということですね。でこれって結構僕にとって新鮮な気づきで、レース映像を見てそこに1馬身以上の間隔があればそこにスムーズに収まることって、まあ、普通にできることなのかなって思っていたんですが、でも実際そこを間近で見てみると、馬ってそんなに器用に横に行かないし、後ろからも馬が来ているし、加えてものすごい速さでレースは進んでいるから、その現実的に考えてそんなことできないんだよね。もう本当にゲームじゃねえんだからって話で、でそんなことをジョッキーカメラで思ったんですね。で、まあ、本当のところはどうなのかわからないし、まあ、どの程度できないものなのか、このくらいなら割り込めて、このくらいだと割り込めないだとか、まあ、馬によっても違うだろうし、まあ、それこそ競馬場によってもコースによっても違うだろうから、まあ、どんな状況でもできる、どんな状況でもできないみたいな、白黒はっきりするような答えは出ないと思うんだけど、この縦列駐車はできないっていう理論を一回全部認めてもらって、どんな状況でもできない、どんな馬でもそれはできないんだっていうことをとにかく受け入れて競馬を見てみると、展開に関して新しい世界が見えてくるんですね。その最たる例が、内を取る椅子取りゲームは同じ客室の中で行われるということです。はい、2022年、昨年のスプリンターズステークスを例に出してみます。こちらは去年の実際のレース映像なんですが、逃げてる馬からテイエムスパーダ、その隣がファストフォース。テイエムスパーダの後ろがジャンダルム、その後ろが名将ミモザ、まあ、その他はこんな感じになっていますが、それぞれ内を取れてる馬というのは、逃げ馬、先行馬、差し馬と、まあ、それぞれ客室ごとに一頭ずつ出ているんですよね。つまり客室ごとに争った形跡があるわけですが、それっていうのは縦列駐車ができないからだよねという話で、逃げ馬グループの打ち立ち争いで負けてしまったファストフォースは、確かにテイエムスパーダとジャンダルムの間にこれくらいの間隔はありますけれど、実際は多分そこまで間隔は広くないし、おそらくこっから横に入ったら車高になるよね。はい、まあ少し後ろに下がりながら入るみたいなことになると思うんだけど、そこまで馬って器用じゃないし、後ろからジャンダルムも来てるから、確かに内を取りたいけれど現実問題それができなくて、結局最後までうちに入ってこなかったということなんだと思います。縦列駐車はできないので、内を取る椅子取りゲームは同じ客室の中で行われるということです。2021年、同じように内を取ってる馬というのはモズスーパーフレア、ピクシーナイト、シバージとなっていますが、それぞれ逃げ馬、先行馬、差し馬となっていて、例えば逃げ馬、逃げ馬、先行馬とか、逃げ馬、逃げ馬、逃げ馬、先行馬とか、逃げ馬、先行馬、先行馬とか、そういうのってあんまりないんだよね。まあ、もちろん競馬だから、その当然出遅れがあったりだとか、雨が降っててみんなが家を開けていたりだとか、まあ、そういうことでその限りじゃないこともあるんだけど、まあ、そうなる可能性はやっぱり低くなると思うんだよね。
はい。ちなみに先行馬と逃げ馬の区別の仕方は、過去のレースの通過順位を見て機械的に区別をしていきます。逃げ馬については、まあ、前回の動画で詳しく話したんだけど、過去のレースで3走以上逃げてる馬で、直近2走で6番手以下になっていない馬です。で、先行馬についてはその逃げ馬判定にはならなかった馬で、直近の両馬場1200から1004戦で3コーナー7番手以内の馬、この馬たちを先行馬扱いにしていきます。はい。まあ、例えばさっき見ていた2022年なんかは、TM スパーダとファストフォースが逃げ馬判定の馬で、ジャンダルム、ダイアトニック、ウィン・マーベル、メイケイエールが先行馬判定の馬ですね。まあ、確かに客室ごとに固まっていて、うちらち争いをしていた感じはありますよね。はい。と、まあ、こんな感じで判定していきます。まあ、話を元に戻しまして、縦列駐車ができないから同じ客室の中でうちらち争いをしているということです。2021年の逃げ馬ビアンフェも、まあ、モズスーパーフレアとのうちらち争いで負けましたが、実際うちを取れたピクシーナイトとこれくらい感覚がありますけれど、結局最後までそこに入ってこなかったのは、やっぱり無理だからってことですよね。はい。したがって、うちらち争いというのは、同じ客室の中でやっていくと。それは急にバックして入っていったりみたいな、縦列駐車が極めて危険だからです。まずはその話を、今回の作戦の前提としてお伝えしておきます。さて、いよいよ今回の作戦の本題なんですが、内を通って馬券になれる先行馬はどの馬かという話でした。で、じゃあ先行馬の中で、また同じように内立ち争いをするわけですけれど、じゃあどういう馬が内を取れるのかということを考えた時に、僕一番参考になる話って、車の追い越しだと思うんですね。車の追い越しです。まあ道路を車で走ってて、じゃあ隣の車線の車を追い抜きたいなと思った時に出すスピードというのが、まさにこの先行馬の内立ち争いの話に近くって、ゲートを出て先行馬の中で内立ち争いをするときに、外の馬がうちの馬を抜く際はアクセルを踏む必要があるよねということなんですね。めっちゃ当たり前の話ですけど。で、それってどの馬でもできることではなくて、中山線にはコーナーまでが 400m だから、 400m 以内に隣の馬を抜けるくらいの馬力が必要なわけです。もうコーナーまでに圧倒的に抜いていないと危なくてうちに入っていけないからです。で、その馬力というのはおそらく加速力が大事で、トップスピードっていうよりもアクセルを踏んでどんだけ速く動力になっていくかっていう力だと思うんですね。まあ、車の免許を持っている方ならわかると思うんですが、一気に4速まで上げられる力です。はい。まあ、これが先行馬の内立ち争いには重要そうだと思ったので、僕が持ってるしがない数学の知識、そしてまあ最近は AI とかアプリがすごく発達していますから、まあ、そういうものを利用して、まあ、大体どのくらいの加速力があれば一枠隣の馬を抜けるかということを調べてみたんですね。で、そしたら大体 400m 以内に長さ 2.4m の物体を抜くには、その馬より 0.2 秒速く加速していくと 2.4m の物体を抜けるみたいなんですよね。まあ、厳密には 0.16 くらいなんですけど、まあ、分かりやすく 0.2 でもいいです。これくらい速く加速していくと一枠隣の馬を抜けると。まあ、単純な話、競走馬って 200m を12秒くらいで走るから1秒間に 16.66m 進むんですよね。つまり 0.1 秒間に 1.6m 進むんですが、体長 2.4m の物体を抜くにはその馬より 0.2 秒速ければ 3.2m 先に行けて追い越すことができるわけです。はい。まあ、そんなことを計算してみたんですよね。で、確かに馬場回収以降のスプリンターズステークスでは先行馬グループの内ラジ争いにこの 0.2 秒という数字が結構重要で、一枠隣の馬を抜き去って内を取れてる馬というのは、その1年間の自身の最速上がりタイムがその隣の馬より 0.2 秒以上速いんですね。で、逆に抜けていない馬ってその1年の自身の最速上がりタイムが 0.2 秒も速くないんですよ。はい。はい。いや、面白いですよね。最後 600m の上がりタイムを、まあ、JRA は公式で出していますけれど、その切れ味の指標をまさにスタートダッシュの馬力を測るのにも使えるという話なんですよね。まあ、でも結構当たり前の話で、スタートダッシュも結局はその馬の切れ味が重要で、で、その切れ味の正体というのをその馬の最後の上がりタイムに求めたっていいと思うんですよね。
だってそれは最後の直線であろうと、その馬自身の切れ味であって同じ工場から作ってるからです。はい。なので、こういうつながりがあっても、別におかしな話ではないと思えるわけです。2015年のスプリンターズステークス、先行馬判定の馬はリトルゲルダ、サクラゴスペル、ベルカント、ミッキーアイル、コパノリチャードとなっていて、右の赤い数字がその1年の自身の最速上がりタイムになっています。一番内枠のリトルゲルダが内立ち沿いを取りに行くんですけど、その隣のサクラゴスペルが33秒3の加速力を持っているので、34秒0の加速力しか持っていないリトルゲルダは内立ち争いで抜かれるんですよね。で、実際のレース映像を見てみると、これスタートして5秒後ぐらいの写真なんですけど、もうこの時点で1馬身抜かれてますよね。このピンクの勝負服の馬がサクラゴスペルで、この足毛の馬がリトルゲルダですね。まあ、ちょっと映像は著作権上出せないんでね、実際の映像をご自身で確認してほしいんですが、見事内立ち争いで負けています。まあ、こんだけ内が有利なレースですから、まあ、内を取りたかったでしょうけど、スピードが足りずに取れなかったということだと思います。続いて2018年を見てみたいと思います。2018年は先行馬判定の馬がラインスピリット、大名プリンセス、キャンベルジュニア、ファインニードルとなっておりまして、その1年の自身の最速上がりタイムはこんな感じになっています。で、この年の結果は1枠1番のラインスピリットがね、まさに打ち立ち争いに勝っていまして、ね、このビクトリーロードに収まったわけですが、でもラインスピリットって実はそんなに速い馬ではないんですよね。その1年の最速の上がりタイムも33秒9で、まあ、どちらかというと遅い部類です。まあ、加速力が売りなタイプではないんですよね。でもそれなのに打ちを取れたというのは、今度は逆に枠が良かったタイプで、同じ先行馬の大名プリンセスは33秒2の加速力を持っていて速かったんだけど、枠が遠すぎて抜けなかったんだよね。まあ、1番と6番で5頭を抜かなきゃいけない計算ですから、まあ、最低でも32秒9の加速力が欲しかったんだけど、まあ、それは持っていなかったので、まあ、本番で抜けなかったということなんです。まあ、実際大名プリンセス結構出遅れたので、結果誰も圧をかけられずにね、ラインスピリットが打ちを取っていましたけど、まあ、こういうことがあるとね、その人気薄の馬が来ちゃうのかなって思ったりもするんですが、はい。まあ、これも一つの人気薄の馬が来るからくりなんじゃないのかなって思います。2020年先行馬判定の馬たちはこんな感じになりまして、じゃあ実際に自分で計算してみてください。どっちが内立ち争いで勝てるでしょうか。うん、そうですね、ダノンスマッシュです。ミスターメロディーは他の先行馬よりも外にいる以上、速い加速力を持っていなくちゃダメで、まずそれを持っていないのでダメでしたね。まあ、最終コーナーは内に潜ったりしていて、内を取りたかったんでしょうから、ダノンスマッシュがもう少し外にいてくれれば、これ着順が逆だった可能性もありますよね。はい。まあ、もう少しミスターメロディーもキレがあれば、この11番、ラブカンプーのちょっと後ろくらいにつけれて、内に入っていくこともできたんでしょうけど、まあ枠順とキレが大事だということだと思います。せっかくなのであと2年見ていきましょう。2021年です。先行馬判定の馬たちはこんな感じで、ピクシーナイトがね一番タイムが早いです。実際レースを見てみると、見事ピクシーナイトが打ち立ち争いを制していて、しっかり勝ち切ってるわけです。だからこれも正直ピクシーナイトが外枠だったら分かんなかったと思うし、もっと言うとピクシーナイトのうちの馬がみんな差し馬判定の馬たちで、そもそも初速が遅い馬たちだったんですよね。なのでここにまた先行馬がいたらね、意外とうちに入っていけなくて、まあ、最後のキレに繋がらなかった可能性は十分にあると思います。はい。これパトロールビデオなんですけど、もう明らかにうちの馬が遅いので一気にうちを取りに行けてますもんね。まあ、ジョッキーの人がよく枠の並びが大事って言ってるのは、まさにこういうところがあるんじゃないでしょうかね。最後2022年です。先行馬判定の馬たちがこんな感じで、まあ、一番早いわけではないんだけど、枠が内であることのアドバンテージゆえ、ジャンダルムが内立ち争いを制しているという感じです。だからこれウィンマーベルと枠順が逆だったらね、着順も逆だった可能性は十分にありますよね。だって結局ウィンマーベルだってジャンダルムと同じぐらいの加速力を搭載していますから、もしこの馬がジャンダルムの枠順だったら、まあ、ジャンダルムは彼を抜けないわけだし、他の先行馬だって抜けないわけですよね。なので
まあ、これちょっと枠が逆だったらわからなかったよね。まあ、実際こうやって彼はね、外を回っているわけです。まあ、スプリンターズステークスはうちがかなり有利なので、着順が逆だった可能性は大いにあると思います。まあ、アンカツさんがよく言っている、枠順が逆だったら着順が逆だったっていう話のからくりは、まあ、こういうところにもあるんではないでしょうか。で、一応ババ回収以降で全部確認していきましたが、飛ばした年が3つあります。2016年と2017年と2019年です。で、2016年は、ごめんなさい。これはもう完全に例外で、まあ、確かに該当馬が内を取れてはいるんだけど、まあ、馬券になれなかったということで、そもそもビクトリーロード理論が破綻しているということなんだけど、これはもうね、おなじみ前が壁のビッグアーサーが該当馬だったんだけど、まあ、馬券になれませんでした。はい、すいませんでした。まあ、一つ見苦しい言い訳をするとですね、前回の動画で話したんですが、逃げ馬判定のベルカントが出遅れまして、めちゃめちゃスローペースになったんですよね。まあ、逃げ馬の中でも一番手争いがおかしくなっちゃって、結構バグがぐちゃぐちゃになったんですよね。なので、例年のスプリンターズステークスより、先行馬が前を縫っていけなくなっちゃって、まあ、こういうことになったのかなと分析しております。はい、すいません。これは勘弁してください。で、2017年と2019年は、これは前回から続くオカルト通りで、この2年は、逃げ馬が残る年なんですよね。まあ、詳しくは前回の動画を見てほしいんですが、ざっくり言うと、2017年って逃げ馬判定の馬がこちらのことを言いまして、こちらのオカルトにより、ワンスインナムーンが1番手、ダイアナヘイローが2番手になるんですね。で、逃げ馬が残れるかどうかというのは、2番手の馬が絡んでくるかで決まるということなので、千人の重賞レースを逃げて馬券になったことがないダイアナヘイローは、絡みに行けないという解釈で、ワンスインナムーンが残れるんですよね。はい。これただの僕のオカルトですからね。はい。で、まあそういうことなので、まあ逃げ馬が残れるということなんですが、逃げ馬と先行馬というのは密接に関係していて、逃げ馬が潰し合ってくれれば、垂れてくれるので、その一列後ろにいる、言ったら先行馬がそのまま浮上してくるんですけど、逃げ馬が残ってしまうと、結局追い抜けないから馬券になりづらいということなんですね。それがまさにね、前回の動画の最後で言ったことなんですが、実際にオカルトでまとめてみると、逃げ馬が残らない年というのは、5番手以内のうちの馬が馬券になっていて、逃げ馬が残る年というのは、6番手以降の3列目の馬が来るということなんですよね。なので、2017年は逃げ馬が残っているので、先行馬の該当馬であるラインミーティアは馬券になれず、その1列後ろのレッツゴードンキが馬券になれて、2019年も該当馬はダノンスマッシュだったんですが、逃げ馬が残ったことにより、まあ、馬券にはなれたんだけど1番人気で3着とちょっと物足りない結果でしたし、そして逃げ馬を抜けずと着順を1個その分落としたという結果だったんです。はい、という感じですね。で、お待ちかね、気になる今年の該当馬というと、おそらくどの枠でも人気していたであろうナムラクレアということになりましたね。いやー、ちょっと貧困ギリギリ生活をしている僕としてはもうちょっと買えないレースになってしまいましたね。いやー、まあね、いやー、もうなんでナムラクレアが一番うちに入っちゃうの、本当に。いやー、もう YouTube 復帰一発目で人気の低い馬が内枠に入って、その馬が構想してもらって、バッチリ当てて、これでよっしゃと、YouTuber として勢いつけて人気になるぞと、思ってたのに。潔くナムラクレアを頭で勝負するか、あとはまあ、ママコチャがね、次の該当馬になるので、まあこの馬をちょっと買ってみるだとか、まあ、そのくらいしかやることがなくなってしまいましたね。いやー、もうちょっと、ナムラクレアじゃない馬が来てほしかったんだけど。はい。まあ、ちょっとね、こう、時間があれば予想動画なんかも作りたかったんですけど、ちょっと時間がなくて作れそうにないので、また Twitter の方で明日本命馬の方を発表していきたいなと思っていますので、概要欄の方に Twitter というか X か、
のリンクを貼っておきますので、そちらからね、ぜひ気になる人はフォローしてチェックしてください。はい、ということで、一応今回のオカルトの該当場はナムラクレアということになりました。はい、まあ、ちょっとナムラクレアと穴目のサシウマのワイド1点とかで勝負して凱旋門賞につなげましょうかね。はい。